鳥島穴神社は、千葉県市原市島野にある神社。式内社で、旧社格は、剣社。祭人は次の御柱。古事記、日本書記では、慶光天皇40年の日本穂高が統制の際、橋湯戸の海で、暴風雨にあったが、火の音立花姫の犠牲によって、数差に上陸することができたとする記事が見える。社殿ではその時のこととして、音立花姫が、 大和国の立田大社の神に、無事に、数様で高校させてくれるのなら冬静めの神を、祀ると祈ったので、日本穂高は音立花姫命の意志に従いこの地に、品と日古見ことを祀ったとする。また社殿では、日本穂高の死後の慶光天皇57年、日本穂高の父の慶光天皇は、日本穂高統制の縁の地を歴訪し、当社に、大和武の尊名、 山和姫野村の神霊を行使したとする。国史では、元妙元年に、島穴神に、聖五位下君後等の深海が授けられた旨が、記載されている。延長五年成立の演儀式神明帳では、カ佐国海上軍に、島穴神社と記載され、式内社に列している。平安時代中期の和名書に見える地名のうちでは、当地は、海上軍島穴号に否定される。 かつては同じく式内社の姉崎神社と深い関係にあり、神輿が両者を行き来していたという。明治維新後、明治6年に近代社格制度において校舎に列し、明治12年に県舎に昇格した。境内には他数社がある。旧社地内房線を挟んで奥に、県社地。ありがとうございます。